アトレイの EF、デッド DHC ターボエンジン大発 e f 型エンジンは、大発工業が生産していた、軽自動車用エンジンの一つである。550cc 版の大発 e b 型エンジン及び、1000cc 版の大発 e j 型エンジン等とともに、大発 e 系列エンジンを構成するエンジンでもある。1990年1月の軽自動車の、規格改正に伴い、 同年3月にモデルチェンジしたミラーに搭載されてデビュー。基本仕様は水冷直列3気筒内径6 8 0トル工程6 0 5ト、mm、ル総排気量 659cc、Q660cc 規格時代から現行規格まで大発生軽自動車の主力エンジンとして多くの車種に搭載されたが後継となる KF 型エンジンが2005年に エッセに搭載されて登場し、新車種の発売、既存車種のフルモデルチェンジマイナーチェンジの都度、KF 型へ順次切り替えられている。2014年7月現在の時点においては、マレーシア向けのプロドゥアビバ用の EFV 型、DOHC エンジンの一種類しか製造されていなかったが、同年9月にビバの後継車種となるアジアにとって変わられたことにより、 自動車向けエンジンとしての EF 型は、明日ともに消滅した。ただし、産業用エンジンとしては、EFSE 型及び EFV 型の直立、軽車配置エンジン系4種の生産が2015年末まで、継続生産されていた。しかし、補給用、アッシー部品としての製造は継続しているため、国内で、当該エンジン自体の製造が終了したわけではない。ダイハツには、 他の 660cc エンジンとして、1994年に登場した水冷直列4気筒の JB 型エンジンがあるが、こちらも2012年8月でコペンと共に生産終了となった。EF 型は1985年に登場した水冷直列3気筒 550cc の EB 型をベースとし、ボアアップしている。エンジン形式が同一でも、 ミラ、ムーブに搭載される横置きのものと、アトレー・ハイゼットに搭載される縦置きのものとでは、エンジンマウントの位置、クラッチハウジングやトランスミッションケースの形状が異なるため、互換性はない。ボンネットが搭載位置となる、横置き用はシリンダーが直立であるのに対し、キャブオーバーザエンジンとなるアトレー・ハイゼット用は、28度傾斜して搭載されるため、 ウォーターラインの仕様なども異なる。当初は、サイチェシー6バルブとサイチェシー12バルブが存在したが、1995年に登場したムーブに、DOHC12 バルブ仕様が登場した。1998年には、可変バルブを採用した EFV e 型、および自家道式バルブ、S 字型クロスフローを採用した EFSE 型が登場している。さらに年には、 直噴の EFVD 型が登場している。EFZL 型をベースとして、ボアストロークを拡大し、1000cc としたエンジンが、ストーリア、アーフ、ミラジーの先頭に搭載された EJ 型である。エンジンに組み合わされるトランスミッションは、4MT、5MT、副変速機付け 4MT、副変速機付け 5MT、3AT、4AT、CVT があった。 20年以上にわたる生産により、インタークーラーターボ付き、DOHC、直噴エンジン、ハイブリッド、CNG 仕様などバリエーションは多岐にわたる。以下、ターボ表記のないものはすべて自然吸気すべて、平成10年アイドリング規制に適合。ミラ、ハイゼットには、エコ車両に搭載される、CNG 仕様もある。2WD、4WD 車の、 各 AT 仕様全車に、2WD4WD 車の各 5MT 仕様の上位グレードに搭載ハイゼットハイブリッドのガソリンエンジン形式は EFVE 電動機形式は M1 カタログダイハツミ Z2D タイプカタログダイハツミ Z2D タイプグーネットプロトコーポレーション2011年7月8日閲覧クアトロアウォッド スってオートデルモンド1992ミラノエイディターやレイドムス SPAP156 ダイハツアトレイ660クルーズターボハイルーフダイハツアトレイ660クルーズターボハイルーフカードット JPMSN マイクロソフト2011年7月8日閲覧カタログダイハツアトレイアッパレターボカタログダイハツアトレイアップルターボグー ネット、プロトコーポレーション、2012年3月7日閲覧。ありがとうございます。